今日吉村知事は取材に応じ第5波では初めて自宅で亡くなった70代の女性についてワクチンを接種していなかったことを明らかにしました女性は基礎疾患はなく今月21日に新型コロナの感染が判明した時点では軽症だったものの保健所は入院したほうがよいと判断翌日の22日に入院できるよう調整していましたがその日の朝体調が急変し自宅で亡くなりました 今回の件でも発症して、最初の検査されるまで3日ぐらいあったとも聞いてますので、できるだけ早く対応していく、ここが非常に重要ではないかと大阪府では現在、自宅療養や入院などの調整で自宅で待機する人が、合わせて1万6694人と、第4波と同じ水準まで増えています。